はい、今週も始まりました、サウンドトゥーカナオトトイロ。改めまして、はじめまして、あれ、フルートセラピストの玉内さんと、はい、アシスタントのディーナーです。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかいつもと違うとあれよね、なんか言いにくい。いや大丈夫。はい、あ、心強いね。はい、あの、皆さん研修受けているということで、ねえ、どっからの情報かと思いきやリスナーさんもね、もしかしたらあの Facebook ね、見た方もいるんじゃないかなと思うんですけど、ししびっくりしましたよ。職場で、あ、受けてたねっていう人がいて、うんうん、なんで知ってんですかって言ったら、Facebook 見たよってやっぱね、情報怖いね。怖いですね、どこからね見てるかわからんね、本当で、いかがですか、研修って内容とかこう期間とかは。そう、あ、昨日一日で終わった、ま、あ、この先週受けたんですけど、うん、先週やったのがなんかこの、うん、どういう思いで、うん、あの FM 読谷っていうのが始まったよとか、こんな決まりがあるよとか、うん、心構え、最初のうちはこういう心構えで頑張っていってねとか、うん、そういったことをね、ちょっとお話聞きましたね。あ、なるほどね。はい、まあ、あの、この席に座るっていうか、マイクの前に座るっていうんですか、うん、っていう、まあ、心構えとかね。そうですね。はい、いろいろ聞いたと思うんですけれどもね。楽しかったですね。まあ、そう思ったことは。はい。あ、そうなんだ。あ、でもなんかそういう考えとか、うん、なんか、あの、あ、理屈っていうかね。はい。いろんなの聞くのなんか楽しいかもしれないですね。そうそう。で、こういう思いがあったっていうのもやっぱり知らなかったのでね、うん、熱い思いっていうのをね、いろいろ聞けて。覚えてる？わかったわかった。一期一会ですか？いやいや。印象的なのとかあった？印象的なもの、なんていうか、うん、まずはあのやっぱスポンサーさんがやっぱり大事っていうのもあるが一つと、うん、あと自分たちはなんか本当はお金を、うん、なんていうか、1時間いくらっていうので、うん、なんか他でやるとしたら、うん、取らないといけないものを、うん、こうね、ボランティアでさせてもらってるっていうのはすごく、 ありがたいことだなってまず思いましたね。あ、なるほどね。はい、改めて。
まあこれからね、はい、リナさん自分がいなくても、席に座れるっていうの、あのおとといろ乗っ取れるみたいな、乗っ取ろう怖い怖い怖いそんなことしないですよでもまあまあ、番外編ね昔やってたんですけれど、はい、リナさんのおとといの番外編ができるということです。怖いですね。何しよう。ワクワクですね。本当、どうしよう。まあ、それも楽しみに、またね、一つの楽しみになるんじゃないかなって。そうですね。いっぱい休めるって思って。いや、やめてください、休むな、ちょっと。そしたら、いろんな方がね、多分遊びに来てくれるかもしれないですね。ああ、そうですね。うん、はい。まあ、さばいてみてください。回してみてください。はい。はい、今日はですね、はい、今週の土曜日、今週の土曜日、はい。サロンコンサート、はい、ありますけれど、おとといろの事務所ですね、カデナにあるんですけれど、そちらで、はい、演奏やります。フルートの演奏ですね、はい、玉の演奏がやりますけれど、はい、今回、まあ、夜8時から、そして2000円で、はい、限定8名、末広がり、はい。いいですね。そして、バックでかかってるのが、ケハチ？喜び末広がり。みんなの喜びが末広がるようにっていう、はいはい、つけられた名前だそうですけれどもね、はい、今回、はい、まあ、秋っていうことで、うん、まあ、それにちなんだこの間先週ですね、本当先週だったんですけれど、ちょっと集まりが悪いなということで急遽ですね、急遽、はい、急遽、今週の土曜日に回したところ、はい、何人かちょっとできなくなった方もいらっしゃるんですけれど、集まっていただけるということで本当ありがたいなと思って、はい、本当ですね、はい、この場をお借りしてありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今からですけれどね、はい、終わったみたいな言い方これからです、これから、はい、で、今回はまあ秋に入りましたからね、そうですね、浴衣でみんなで集合してみようと、やったー、はい、思ってますので、皆さんも浴衣で参戦していただきたい。あー、準備しよう。はい、忘れてた。うん、覚えてた。あ、まあ、お客さんね、も、浴衣で来て、ちょっとね、風情楽しんだりとかしてくれたらいいなっていうふうに思ってますので。いいですね。はい。はい、そして、じゃあ今日もですね、お伝えしたいと思います。まあ、はい、四季のある国に生まれたので、はい、まあ、四季、皆さんで、ちょっと勉強しつつですね、はい、曲も楽しんでいただきたいなと思いますけれど、はい、さて、入りました、入りました、この間ですね、秋分の日ですね、はい、秋分の日でしたね、月曜日でした、そうそうそう、月曜日ですね、連休になってましたけれどね、なんか最近夜になるのが早い、あ、もう暗くなるのが早い気が、やっぱ秋っていうのはそういうところからね、うん、夜が早くなってきたね、あ、じゃあもう秋だねみたいなのもありますけれどもね、はい、まあ、秋分、秋の分というふうに書きますね、うん、秋分とは春分と同じく昼夜の長さが同じになる日のことを指します、これから次第に日が短くなり秋が深まっていきますということで、はい、この間ですね、彼岸もありましたね、彼岸も、あ、彼岸でした、何だった彼岸じゃない、え、何だった、十五夜、あら、十五夜もあったけど、最初ね、はい、綺麗な十五夜が見えましたけれど、はい、あ、日がもでしたっけ、まあいいさね、はい、知りてきと、はい、まあ彼岸ということで彼岸花ですね、うん、まあ、沖縄はちょっと一足早く、咲いてたんですけれど、はい、見たことありますかね、リナさんは、あるようなないような、これかなっていう、なんかね、聞くみたいな、うん、触覚がいっぱ い、そうそうそう、出てる感じあるかも、じゃあ一本の茎に6つほどの赤い花が咲き、空へ向かうようにめしべおしべを伸ばして広がる彼岸花、開花はまさに秋の彼岸の頃、まんじゅうしゃげとも呼ばれますが、その意味は天に咲く赤い花、水に刺して毒抜きをした根は飢餓の非常食でしたということで、食べれるんですね、食べれるんだ、ちょっと、あ、でも毒は抜かないとね、やっぱりえ、毒抜きって言ってましたね、そうですね、へえ、食べれるんですね、僕も毒抜きしたいですけど、デトックス七瀬さんと、はい、来ていただいて一緒にそのままあげてもいいかなでも毒入ってるはい、今日はですね、秋分の日ということで、まあ、旅秋ですね、はい、ですね、秋といえば旅秋の曲なんかいいかなと思いますけど、はい、じゃあ聞いてみましょうかね、はい、はい、じゃあ皆さん行ってみましょうか、ここをあげるんですけれど、はい、はい、それではお聞きください、旅秋です、
スタンド2からおとといのお届けしております。さて続いてのコーナーです。日本や沖縄のことわざや四文字熟語、はたまた歴史を楽しくクイズ形式でお届けするヤンドーアランド元気元気でしょ元気でしょごめん短期って言ってる人がいるけどそんなに短期になりたいんですか。だからもう一回直さんといてね、直してください直さそう直しますはいはい、行くよ。はい、はい、じゃあ今日はですね、はい、リナさんからそうお題が出るっていうことなんですけれども、はい、今回歴史ですかね。そうですね、歴史が主かな、はい、私歴史が好きなので、うん、いいね、自分歴史苦手だからさあ、本当ですか、うん、ぜひやってほしいです。でももうこんなんでいいのかなってちょっと初めてでちょっと緊張もしてるんですが、あんま難しいのやなんて全然分からない。でもねこれ難しいって言われたどうしよう旦那さんに今だあともっと簡単にしたらって言われてそうかなとか思いながらちょっと作ってみたんですけどね。あでもね分かる人からしてね、はい、分かるって簡単みたいな言われるよりはね、そう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 、ちょっと難しいぐらいがいいかもしれないですね、はい、ちょっとじゃあ2,3 問ぐらいなんですけど、いいですよいいですか、時間の限りやりましょう。はい、じゃあよろしくお願いします。ゲストが来る限りやりましょう。はい、わかりましたはい、じゃあよろしくお願いします、はい、ました。はい、じゃあはい、第1問、はい、第1問いきます。じゃじゃん。はい、これはですね、沖縄の歴史ですね、うん、今日はメインにやっていきたいと思います、うん、はい、皆さんご存知です、ご存知ですかね、琉球ね、を統一し、まあ、首里城を、ね、拠点としていた王様は小橋さんですね。ますね。違うんだ。ですが、うん、ですが、はい、でも小橋さん、もう多分それはみんな知ってるだろうと思って。ね、分かる分かるって思って。うんだね。ですが、はいはい、このですね、小橋さんはどの王党で何代目の王様でしょうかっていうのが今日のクイズですね。あ、はい、まず、4択にしました、はい、あ難しいって言われたんで4択にしました。4択4つもある、はい、3択じゃないね。3択でもいいですけど、マイさんどっちがいい6代目、うーん違いますね、まあまあいきましょ う, う、はい、はい、まず1番は、まあ、第一尚氏の、うん、まあ、初代、あもう本当に初代ですね、うん、1番が第一尚氏の初代の王様、はい、で2番が第一尚氏の2代目の王様、うん、第一尚氏の2代目の王様、あ、まあ、2番目ね、2番がね、うんうん、で3番が第二尚氏の初代の王様、あね、あ、まあ、やっぱ難しいですね、やっぱ難しいですかね来た、あ来たけどちょっと、はい、あ、やっておきます、うん、三択にしましょう。いいよいいよ、やったやったやった。四、はい、番が、うん、第三尚氏の初代の王様。あーさあどれでしょう。第一尚氏とか第三尚氏ってどういう意味？ですね、言っていいのかな。答えにつながりそう。あ、そうなの。あ、分かった。じゃあ答えてから。いいですけどね、答えじゃない、答えてからよ。答えてから。ちょっと滅ぼして、うん、なんていうか最初についた王様が、うん、統一して、うん、最初についた王様が第一尚氏で、第一尚氏をつ滅ぼして、うん、次の王様、まあ、この人たちの子孫がずっとやってきますよっていうのが第二尚氏、あは、まあ、第三はどうか分かんないですけどね。さあどうでしょう。じゃあ4番、4番第三尚氏の初代でよろしいですか。はい、ファイナルアンサー。やっぱり、あ、やっぱりどうする。1番、1番第一尚氏の初代、うん、初代 OK、うん、初代いいですか。 OK、 正解はですね、はい、はい、2番の第一尚氏の2代目でした。綺麗に外すか。そう、実はですね、第一尚氏の初代の王様は尚八のお父さんが一度ついてるんですね、はい、王様に、うん、で、お父さん統一したのは確かに尚八がやったんだけど、うん、王様として最初についたのは、うん、お父さんの小師匠という方なんですね。でその方が亡くなって次についたのが小橋になっています。あ、だから一度自分は引いてます。あ、でもいい問題だと思う、はい、あ、よかった、うん、でも難しいって言われたんですけど、ね、あ、でもね、4択3択とかだとやっぱし選びやすいし考えやすいなって思ったので、はい、はい、じゃあまたということで、もうあと2問ありますね。じゃあ今度はゲストさんがここでですね、ちょっとゲストさん紹介したいと思いますけれどもね、はい、はい、お忙しいところお越しいただきました。こんばんは。こんばんは。お名前教えてください。こんばんは。はい、はい、
ザキミ城の前から来ました。前から、はい、鶴亀堂前在の急な秀樹でございます。はい、はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかお忙しそうですね。そうですね、うん、汗かいてるよ今日は涼しいのに。走ってきましたよ。あ、そうですか、ありがとうございます、はい、また今日はですね、いろいろ、宣伝というか、お披露目というか。そうですね、また、うん、ありますからね。こちらの方もじゃあ合わせて、はい、冷やしそうめん始めましたみたいな感じでね新しいこと始めました。なんでよ、終わったんじゃないの。新しいこと始めましたって、ね、なんだろうね、なんでしょうね。なんか今日持ってきてますよ、ね、はい。じゃあ秀樹さんもですね、何ですか、歴史の問題、はあ、一緒に考えていただきたいと思いますけれど、第一問がですね、はい、第一小判師は誰か、はい、何番目かということで分かってないみたいですねということで、お送りしたんですけれど、はい、じゃあ今度第二問、はい、第二問、はい、ででん二問まででいいですか。なんでなんとなくいいよいいよ、はい、どうぞどうぞ、はい。ですね、一気にちょっと遡ります沖縄の問題なんですけど、はい、ですね、沖縄はですね、化石化した、うん、人の骨の宝庫と言われてますなぜかそうなんです、まあ、ね、有名なのが港川人がいますよね。読谷にもあるよね、 その遺跡ありますね、うん。まあ、港川人をはじめ、旧石器時代の化石の、ね、人の骨がたくさん発掘されております。さて、それはなぜでしょうかっていう問題ですね。なんでだろう、これも選択作ってきましたよ。ありがとうございます。作ってきましょう。1番が、これは本土よりもたくさんのこの旧石器人がもともと住んでたから、もともと旧石器人の人が住んでたから、うん、この時代の骨がたくさん見つかるんだよっていうことですね、うんうん、いっぱいね、はい、うん。で、2番が、沖縄ではこの旧石器時代からこの埋葬する習慣があったから、うん、だから残ってるんだよっていう。今はね、うん、全部こう小さい、仮想ですけど実は埋葬してたから、ね、そうそう。ははで、3番が、琉球石灰岩のこの沖縄の土自体が、うん、まあ、中性もしくは弱アルカリ性だからっていう3択にします。3択、はい、どれでしょう。あ、じゃあ秀樹さん行ってみましょうか。なんかもう思いつきました。鼻水出てるよ大丈夫です。あ、そうですか。2番、はい、2番、沖縄ではこの時代から埋葬する習慣があったから残ってる、はい、はい。自分もそうだと思う。2番ですか。じゃあ2番じゃなくて、じゃあどうしようと思って、1番、本土よりもたくさんの旧石器人が住んでたから、だからその時代の骨が残ってるっていうことで、じゃあ3番の、はい、変えよって変える、変えてもいいですよ、はい、いいの。3番の、はい、琉球石灰岩のせいで残った、それで残ってるんじゃないかと、うんうんうん、いいですか、はい、はい、答えいきますよ、はい、答えはですね、3番の琉球石灰岩主体は中性か、もしくは弱アルカリ性だから。イエーイ、当たったー、イエーイ、まあ、なんでお前がイエーイなの。一応あとフェアで、ね、そうそうそう、まあ、当たったからみたいな、フェアでおめでとうみたいな了解、はい、間違った人が、ええー、と思うんですよ。な、お前なんかだけ思い上がってみたいな。もう、やっと当たったっていう気分ね、はい。はい。このですね、日本列島の、土地の土はもともとですね、火山灰。やっぱ火山灰、そう。火山灰の土が多いため、酸性なんらしいんですね。酸性の方が強い。だから、石のように硬い人の骨でも、1万年以上経つと、やっぱり地中で酸化されてしまって、水分に溶けてしまいます。だけど日本、沖縄の琉球列島の島々は、まあ、石灰岩で覆われた地域が多くて、うん、で人骨が化石化となって残りやすい。だから、本土に比べると旧石器時代のこの骨がたくさん見つかるよっていう話ですね、うん、これ調べて勉強になりました。もういっぱいうなずいたんでしょうね。うなずいたんでしょうね。カズハンか。第二のカズハンさん。カズハン。もう第二のカズハンとか言うの。いいさ、いいか。ああ、いいか。カズハン、ね、今度は遊びに来てほしいですけどね。さっきこうね、はい。はい。また来るかな。来ると思います。はい、今からの。今からもうない、いいから前に進めるよ、はい、秀樹さんなんですけれど、はい、じゃあちらっとですね、お話伺いたいと思うんですけれど問題はいいの。問題、はい、終わりです、はい、でもあと一つあるよね。もういいですなんで、いや、なんとなくね、はい、はい、もう時間があると思って。ああ、
今日、はい、秀樹さん来たには理由があったということで。そうですね、はい、何か宣伝が、宣伝というより、まあ、新しく、まあ、活動を今までもたくさんしてきましたけども、うん、また活動幅を広げるために、うん、で公益的にあの皆さんに、より多くの人が関わってほしいなと思って、始めたというか、設立したのが、NPO 法人、地域振興応援団大鳥会という、NPO 法人を立ち上げました、うんうん、はい。じゃあこの話はまた後ほどですね、はい、CM を挟んで、カラーセラピーもしてから、はい、いろんなこと聞いてから、じゃあいろいろ ね、 そうですね、あの詳しいことを大鳥会のお話ですね聞いて、はい、また皆さんに協力していただきたいこともあるということなの で、はい、そうですね、はい、皆さんにお伝えしたいと思いますので、はい、どうぞ最後までごゆっくり遊んで、聞きいただきたいと思います。じゃあですね、リナさん、はい、じゃああと1問あるということなんですけど大変でした？いや、はい、問題作るの、うんと、どんなかなとか思いながら作ってました。あ、そうなんかいいよ、ね、伝わるかなとか、うん、4択って多いかなとか、あ、いろいろね、でも試行錯誤だからね、これ簡単かな難しいかなとかね。大丈夫、11月までに完成させればいいの、ね、今は試行錯誤でいいと思います。沖縄に偏りすぎかなとかね。あ、いいんじゃない。でも沖縄のことやっぱりね、はい、うん、意外と知らなかったりとか。そう、知らなかったのでやってみようと思ったのが、ねね、きっかけですけど。授業とかで習うのってやっぱし社会ってね、あの本土の、ね、うん、ことだったりするからが中心だよね。これ何のコーナーね。これはヤンドアランド元気でしょう、天気予報惜しい元気でしょうっていう、なんかクイズです。日本とか沖縄のことわざとか四文字熟語とか歴史を学んでいこうというコーナーですか。クイズしながら学んでいこうみたいな、うん、なのでまた遊びに来てくださいよ、クイズがあるとき。なんかクイズ持ってきてもいいですね。ああ、楽しいです ね、 ね、 それね、はい、じゃあザキミツヨシの話とかね、サンド2からおとといろお届けしております。続いてのコーナーです。カラーセラピーのコーナーをお届けしたいと思います。じゃあ今週はですね、秀樹さんのカラーセラピーを読みたいと思いますけれど、はい、今選んでいただいております、はい、10枚の中から6色でした。はい、はい、覚えてきた覚えてきたびっくりした今こっちから出てきたここから6色みたいな、6色みたいなそうだったんで、そうよ6色ですよはいはい、久しぶりですね、秀樹さんね。そうですね、1,2,3、はい、今選んでもらいました、はい、ではヤンドアランド元気でしょはい、はい、ここ最近ですね、すごくまた情熱的な部分が出てきたっていうのと、でその情熱をどこに傾けるかっていうのがやっぱりさっきお話ししてた奉仕っていうのがローズ
そしてレッドっていうのがあの情熱ですね。秀樹さんもともとファイターとかって言われてたって今、まあ、あだ名が聞いてたんですけれど、高校の時ですかね。いや、もう小学校からそうです。あ、そうなんだ。小3から僕はファイターというあだ名になってます。そのまあ情熱的な部分がまた出てきて、その情熱このエネルギーをどこの方向に、チャンネル合わせるかっていうのが多分、ずっと考えてきた部分だったのかなって思うんですけど、そしてチェンジですね。自分自身の中にあるもののチェンジ、そして環境のチェンジ、そして、自分自身の思い、心にあるもの、内にあるものをこう変えていく、表に出して変えていくっていうのがここ最近の、秀樹さんだったんじゃないかなと思います。で、そして今現在ですね、オレンジとゴールドが来てるんですけれど、その、エネルギーを今に持ってくることで人々に伝えていくとか、そして自信、人々の自信につなげていくとかにも、つながってるのかなという感じですね。素晴らしいね。まさにこの時なんでしょ。はい、ぴったり。何求めてるなのかなと思いますけれど、はい、どんなですか。いやね、まさに今、うん、それをやるがためにこのお取り会を設立してますので、導くったらまたちょっと言い過ぎかもしれないですけど、皆さん、なんで導いて、だ皆さんの、はい、意欲的なとか、で、あと意識をやっぱ高めさせていくっていうことは非常に大事なことだと思うんで、指針を出して皆さんをそこに向けていくっていうようなことは誰かがやらないといけないと思うんですけど、まあ一つ担えればなと思って今回の代表理事を務めております。はい、もう立ち上がったってことですね。もう、はい、決断したってことです ね。はい、まあじゃあちょっとだけですね、じゃあ大鳥会を何をするのか何をする会なのかっていう、はい、じゃあ聞いてもいいですか。まあ、タイトルにあるように、まあ、地域振興ってあるんですけども、まあ、地域振興って何ぞやって多分言うと思うんですけど、まあ、地域を反映させていきたいっていうのが地域振興なんですけども、まあ、それを、実践的に僕らは特に若い人たちが今集まってますんで、特にこの大鳥会に関しては実践を やっていく、結局反映するためにああだこうだこう議論してるだけではなくて、それを実践に移していって、本当の繁栄というのを僕らで作り出していかないといけないと思うし、でどういったことがやっぱり必要なことなのかをしっかりまた話し合う場も必要だし、でそこに若い人たちがみんな意識を持ってそこにみんなが取り掛かれば、やはりこうすごく大きな力で動かすことができると思うんで、そういった会でありたいと。で特に地域振興っていう地域の振興っていうことに関しても、特に若手事業家の人たちがたくさん集まってるんですけども、そこでやっぱ皆さんが活躍できる場面をやっぱ作っていくとか、あとやっぱこれだけの、地域資源がありますので、これをどう生かして外へ発信して、さらに観光客がやっぱこっちに来てもらうとか、まあ県内でも遠くからでもたくさんの人たちが来てもらえるような魅力作りをこちらがし発信していくということを特にで、今一番取り掛かっているのは食に対してのことなんですけども、飲食業者がやっぱたくさんいるんですけども、で第六次産業という多分言葉は知ってる人も知らない人もいるかもしれないんですけども、結局は、農業とこの生産者側と その連携をどう図っていくかっていうところに6次産業があると思うんですけど、その農業の方たちとも僕らは連携し、新しいまた商材を作ったりとか、農業のことをまた学びながらいろんな形で農業の人たちとの連携を今後取っていくということで、今活動の具体的なところではそういうことを今進めています。はい、大鳥会ということで、皆さん企業の方たちがねまた参加して、行ける場所ということで、そうですね、あるそうなんですけれど、はい、またこれ聞いてね、はい、ちょっと面白そうだなという方
多分いるかなと思うんですけど、はい、で必ずしも今事業が始まってる人ではなくて、なくてもよくて、うん、これからやっぱ事業をしていきたい人も、うん、さらにそこにいる方と事業をやってる人たちと感化することですごく刺激になりますし、今後の自分がやりたいことをもさらに見つけ出していけるかと思いますし、で必ずしもまたそういった事業だけではなくて、そういった大鳥会のサポーター的役目っていうのも募っているんですよ。でまたあと六次産業に関わる農業の人たちも今 何件かいるんですけども、もっとさらに農業の発展をこれからもっとしていかないといけないと思うし、地産地消っていうやっぱ言葉があるのもしっかりやっぱ僕らは形にしていく必要があると思いまして、でまた食べやすい形に加工していくっていうのもやっぱこの飲食業の人たちのやっぱ役目だったりとか、知恵を出し合ってやっていく、でまあ、こういったのをやることでやっぱ雇用が拡大したりとか、そういった意識を高め合うことに、村民がなっていけば、第六次産業なんか今 村の政策の一番の柱なんで、多分 こういったこともちょっとわからない方も多いかと思うんですけど、こういったことを学ぶことでまた村のやろうとしていることも随分分かってくるかと思うんで、村も巻き込みながらこう逆だな、そのことも理解しながら僕らはしっかり歩んでいくっていうことをしていかないといけないなと、で特にもこれからが僕らになっていくっていう覚悟も皆さんしてもらうことも大事だと思いますので、せっかく先輩なんかがこんだけいい形で資源も何もかも作ってさらにつないできたのに、僕らが何をするか、そういったのが非常に僕らのテーマじゃないかなと思っております。はいはい、また、もうちょっとねお話聞きたいんですけれど、はい、じゃあちょっと未来の方ですねから読み解いてまいりたいと思いますけれど、はい、ブルーとイエローが未来の方に来ていて、ブルーがですね表現するという色なんですね、はい、そしてイエローが自立するとかっていう意味があって、はい、でそのイエローとブルーを混ぜるとグリーンになるんですね、はい、なのでグリーンっていうのが心とか、マインドですねを表すんですね。 なので自分自身の心にあることを表現していく、その表現っていうのを表現していくっていうことは一人一人が自立していくことですよっていうことにつながっていく、でそれを促すのが大鳥会になるんじゃないかなと、はい、思ってます。いかがですか。はい、うん、いいこと言いますよね玉名さん。ありがとうございます、うん、やはりね、県も推進するように自立経済というのを今やはり、今後、まあ、基地も変換されていくと、そういった自立的な経済も起こしていかないといけないと思うんですけど、皆さんの意識とか、力がそれだけあれば自立経済も起こせることは可能になってくると思うんで、若い人たちにやっぱりそういったことの意識と力をつけさせる場面をたくさん作ってほしいなと、それも、課題として一つあると思うんで、まあ、そこも含めて自立っていうのは非常に大切なところなんです、うん、でやっぱ表現っても出てるんですけど、やっぱ場面なんていうこういった会とかじゃないと表現ができない人たちもたくさんいるかと思うんですよ。大鳥会を介してまたそういった表現の場になってもらえるのも一つあると思うんで、まあ、担えるものは、まあたくさんあると思います。大鳥会でやれることは、なんでぜひとも皆さん正会員さん、あと参助会員さんもこう募集してますので、正会員さんはもちろんこちらの事業に対して率先的に実践を一緒に取り組んでいける方が、一番ですけども、だけど必ずこうもう何かやらないといけないっていうものを持ち合わせてないとできないわけではなくて、入って私の何か力がお役に立てればっていう人は正解員だといいと思います。で、やはりちょっと体はそこに預けられないけど、ぜひ応援はしたいという方は参助会員で応援団になってほしいなと思っております、うん、はい、まあ、この金額とかね、うん、お金でも援助することができるということなんで、そうですね、はい、じゃあちょっとおいくらかちょっとお聞きしてもよろしいですか。あ、そうですね、じゃあ、うん、個人
さんでの、正会員 の、 あの金額が、入会金が、2000円、会員年会費が1万円となってます、うん、で団体だと、入会金が3000円に、年会費が2万円です。で三女会員に関しては、まあ、個人が、年会費、一口1万円これはもうだから一口なんで何口でもあのいいんでもたくさんやりたい人はたくさんやってもらっても構わないですけど、で団体2万円というところで年会費はあの正会員と三女会員一緒なんですけど、であと、まあ、寄付の方ももし企業さんとかそういったところであなたたちの活動素晴らしいと評価していただけるならあの寄付の方もたくさん募っておりますので、はい、強調したね今はい、まあ僕らは、はい、やっぱ事業なん で、うん、で法人化してますから、うん、あのちゃんと僕らは税金も納めないといけないですし、うんうん、そういったことも考えるとちゃんとした事業性で僕らは進めていきますので、やっぱこういった資金源というのは非常にあの使わせていただけるのはありがたいので大事に使わせてもらいながら、こう大鳥会の運営をしっかり進めていきたいなと思ってます。はい、まあ、どんなことやったらいいのかなってね多分考えてる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、基地を反対するっていうことも大切なんだけれども一人一人がね自立する、何かをする、うん、何かを変えるっていう意識を持って、うん、あ、まあ、人が、それぞれできること、うん、例えば楽器が吹けるよとかでもいいんですよね、うん、そうですね、であの畑耕してますとかね、そうですあと何がありますかね、まあ、書類が書ける人でもいいですよね、あ、もう最高でございます喋りが達者ですよ、でもいいですよね、あ、もう最高です実はですね、うん、今事業部も4つありまして、うん、この読谷食風土研究会という事業があるんですけど、そこはまたあの飲食業の人たちが特に集まってこう、うん、食のことに関して研究してるんですけど、うん、そういったことで、あと地域活性化イベント事業ということでイベントをまた起こしていこうとか、この魅力発信、広報の方をやるのがイベント事業部なんです、うん、であと人材育成事業部、ここはまた第六次産業をまあメインとしてあの農業の人たちとの絡みを、作っていく事業部なんです。だからであと一つ環境保全事業部、ここはまた花いっぱい運動とかそういったことをやっていこうということもあるので各事業での活躍場面もできるんですよ。今言ったことすべて多分どっかに当てはまってるんですよ、うん、そうですね、なんで、うん、その感じでその感じでぜひ、うん、あの関わってきてほしいなと思います、はい、まあ賑やかで楽しい、まあ、大鳥会になるようにそうですね、若いだけにね、うん、やっぱ楽しくを、うん、まあ、モットーに、うん、だけどしっかりやっていくっていうところをやっていきたいと思います、はい、はい、もっともっとお話聞きたい方もいらっしゃると思いますので、ザケミ女子の向かいにあります鶴亀堂ぜんざいの方に足を運んでいただいて、秀樹さんに、話を伺ってみるのもいいんじゃないかなと思います。それでは、CM に参りたいと思います。サンドトゥーからおとといろお届けしております。さて続いてのコーナーです。自然と戯れ心に耳を傾ければふっと湧いてくる禅の言葉。
リナゼン先生をお招きして日本人が忘れかけている禅の言葉を紹介するコーナーです。それではリナゼン先生、今日の言葉をお願いいたします。はい、こんばんは。はい、こんばんは。お餅は先週も言ったけどもう甘いの好きだから、ね、せんべいでもいいけど、すいません、あ、もうしょうがない。今日は、はい、じゃあ何の禅の言葉、コント風に禅の言葉を、食べ物がないとちょっと降りてこないっていうリナゼン先生がね、はい、甘いのが、食べ物が好きなリナゼン先生なんです。じゃあ今度ぜんざいをね、はい、食べに行きます。鶴亀堂々ね、はい、はいはい、じゃあ今日の言葉ですね、うん、今日の言葉は一言すでに発すれば締めも追いがたしっていう言葉ですね。はは、難しいですね。なんか難しいけど、はい、なんていうあれですかね。これはですね、言葉は一度発せられると、うん、まあ、四頭立ての馬車でも追いつくことは難しいということですね。まあ、要するに、口は慎むものっていう意味ですね。俺か？え？いや別に。え、秀樹さんだよ。え？嘘。まあ、まあ、自分の気持ちだったり思いをね、言葉にして、この他人に伝えるってことはちょっと難しいですよね。うん、で、実際に下手な発言をしたために取り返しがつかない。っていう事態もね、今までにもしかしたらある方もいるんじゃないかなと思います。いっぱいあります、ね、まあ、リナゼン先生もいろいろありますけどね。はい、まあ、こんな話が悟れるもんね。そうなんですよ、はい、でこんな話があります、うん、江戸時代の中期のこの禅のお坊さん、うん、白隠絵閣、まあ、白隠さんっていう方がいらっしゃいました、うん、このね、白隠さんの話になるんですが、うん、ある日よくお布施をしてくれる商人の方から突然、まあ、何の前触れもなく突然来て、よくも娘を傷物にしてくれたなと罵声を浴びせて、うんうん、浴びせられて、うん、赤ん坊を置いていかれたんですね。赤ん坊、まあ、要するにこの商人の娘さんが、うん、この子供ができたんだけど、うん、このお父さんが白隠さんだよっていうことを娘さんが嘘のことを言っちゃったんですね、うんうん、でこの時白隠さんは本当は自分じゃないのにって思ってたかもしれないんですけど、一言も反論せずに、まあ、大切に赤ん坊を受け取りで面倒を見ていきます、うん、で数日後この商人の娘が自分の子供を心配してこの様子を見に来るんですね、うん、で見に来てみると赤ん坊の面倒を見ながら修行しているこの白隠さんの姿を見て、娘さんは自分の嘘を悔いてお父さんに本当のことを打ち明けました、うん、実はこの人がお父さんじゃないんだよっていうことね、打ち明けました。で驚いた商人はですね、白隠さんのところに来て謝ります。ごめんねって謝ります。そしたら白隠さんはなんか、はい、やっぱりなとかそんなことを言わずに、うん、逆にですね、この子にお父さんいるんですかって言ってくれたそうなんですね、うん、商人さんはこの白隠さんは商人の心を察して一言も罵らずに、それよりも赤ちゃんの方を、ね、気にかけていったということですね、うん、だから事実もな、ね、事実確認もしないでバーっていうのは良くないよ、口は慎むものだよっていう意味ですね。うん、はい、あ、そういう話の流れっていうかね、はい、ストーリーがあったっていうことで初めて聞きました。うん、そうですね、うん、はい、皆さん先生ありがとうございました。はい、今度はお餅よろしくですよ。お菓子でもいいですか。はい、お菓子でも OK です。まあ、お月様ね、はい、綺麗でしたからね、はい、月見団子、はい、よろしくなんです、ね、お願いします。じゃあまた2週間後2週間後、はい、はい、ありがとうございました、はい、それでは、メールの方を紹介してまいりたいと思います、はい、これどっからかね、ここからでいいのかな、はい、後回しにしてよ、はい、長いやつがね。はい、ラジオネームおっさんから来てます。誰ね、おっさんって。はい、こんばんは。最近サンドカラーを拝聴している感想、ははゲストが以前より同じ人が偏っている。なるほど、視聴者からのメールは自由だが聞いていて意味がわからないですよね。以前の女性アシスタントのようなテンポや勢い素朴さがなく毎週同じ感じがする。たまには以前の女性アシスタントを出した方が番組にメリハリがあり面白くならないか。今の番組内容はとにかく毎週同じパターン、意味のわからない身内的な会話およびメッセージでワンパターンだから、メッセージが決まった人が意味のわからない内容が多いのではないか。以前のように番組のメリハリがあってほしいということで、素晴らしい意見をですねいただいたんですけど、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ぜひそうですね、いろいろね、こう今試行錯誤、やってる途中ですからね。相当なファンだね。
そうですね、結構効いてるよ ね、 ね、うん、なので、いろいろですね変えていこうかなと思ってますので、ね、はいはい、楽しみにしていただきたいと思います。おっさんさんありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして、続いてのメールですね、中井の山はい、たまえ来てますね、はい、9時50分のゴーマライは車内報をお伝えします。これ尺別でいいの、オレンジポンプ車が破産布石総額4億5000万、事業は継承ということですね。共同不審によりますと、弊社カズハンクス、非常食取り乱れ役が社長に出向いている西海岸産オレンジポンプ車が昨日の放送をもって事業から撤退しました。そうそう、あのカズハンさんちょっとね、うんうん、ラジオ、終わってしまったそうなんですけれど、オレンジポンプ社は、バレンシアやシチリア、バンダルシアの西海岸地区の農場と提携し、オレンジを調達、ジュースに加工し販売していたが、天候不良による不作や原材料や輸送コストの高騰、価格競争の激化などで厳しい経営が続き、曲をかけている間のカズハンも険しい表情が続いていました。今後は会社生産手続きに入り、一部組織はおとといの社に帰化、製造部門は沖縄明治乳業に事業譲渡する見込み次です。今週末ネーブルでおとといの健康祭り、前夜祭でサロンでカラーも開催。共同不審によりますと、弊社事業化企画化が目も回らぬ忙しさに見舞われています。先週もお伝えしたように、先週代表専務藤川課長が加え、放送事業化の取引先の新さんも出店、もはや誰でも出店できる勢いである。当日は役職員が多数集まることから、遅れていた上半期取り乱れ厄介も合わせて開催されると見られる。今日回転寿司行ったんだけど、食いすぎて気絶して、今起きたということで、聞いてなかったのかな本当にはい、その日曜日ですね、はい、土曜日は、サロンコンサートがあるんですけど、日曜日は、はい、なんだったサロン、健康&ビューティーがありますので、はい、ネーブルカテナの上の方でですね、そうですね、はい、催事場になるのかなっちは、はい、ありますので、ぜひ遊びに来てください。はい、そして、人気コーナー第2回、今夜も飲んでどっかないですよ。ないないない銀座から衛星中継の予定でしたが、レポーターの金島さんがザギンデシースと言って夜の街に消えていったので中止になりましたまた来週あるのかあるかみたいな感じですけど、はい、ありがとうございます。いいですか、ね、これも名前ないですけれど、本当ですね、七七貸してますけどね、はい、いろんな人がね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんで今夜も飲んでどっかって面白いけどさはい、あ、金島さん、あなた声来てからね、また来てほしいですね、はい、はい、コーナーやってください、はい、今夜も飲んでどっか飲んでもない、はい、皆さんこんばんは、はい、こんばんは、はい、こんばんは、皆さんのクイズ面白いね、ありがとうございます。昭和史はわからんかったけど人骨当たったよ、おー、さすが、4択だから考えやすくて勉強になるから楽しいさ、よかった、秀樹さんお久しぶり、なんもないどこいる、あ、いたいた、帰ってきた今日の朝会社の掃除をしながら、秀樹さんのぜんざい食べたいなとか、面白い計画を立てていそうだなって偶然考えていたのでびっくり。大取り会ぜひ頑張ってくださいね。応援してます。ムームにも何かお手伝いさせてください。秀樹さんの素晴らしくて熱いお話が聞けて元気になるね。週末はサロンコンサートとヘルス&ビューティー祭、おとといのイベントも盛りだくさん。楽しもうね。ラジオネームムームさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、ムームさんもですね、ビューティー&祭も、出るそうなので、皆さんでじゃあ楽しんで参りましょう。はい。はい、それでは、秀樹さんにお迎えしてお届けしました。それではまた来週お会いしたいと思います。玉谷さんと、アシスタントのディーナーでした。それではまた来週。